はい、お疲れ様です。山です。ファイナルファンタジー7リメイク続けていきましょう。さあ、地下に落とされたということで、シンラの実験場ですよね。はい、まあ、ウェッジを助けにということで生きてんだよね。あ、気持ち悪い本当にで、あ、壊していくんだ。こっちだな。おい、これも、おい、違う違う、まあまあいいけど。はい、そっちか。違うオッケー。これどっから行ってもいいんだよね。いや違う違うな、全部違うとこ行ってる。うん、金網ぐらいね、ぶった切ってほしいけどね。もしかしてずっとこんな風に移動してきたの？まあな。まあな。何か。俺らしいだろ。問題ある。障害物は全部ね、ぶち抜いてきたと。そうだ。うん。そっちか。さあ、あ、おお、間違えた。ああ、全断命中ダメだな。すげえな。オッケー。で、魔法をかけまして、避けた。避けたんだけど。うわ、逃げた。当たらない。気が早いな。めっちゃ避けられた。はい、で、お、え、マジここ壊せんの？そうだ。うわ、これいけるんだったらクラウド操作してた時もなんか壊せたものとかあったと思うんですけどね。うわ、マジ強っ。そんな破壊力ある？こっちだな。はい、霊気。はい、ここは、あ、はい、自動ロックオンはまあ助かるね。狙うぜ。はい、でこれか。そうだ。あ、で、そうだ、ちょっと考えてたんですけど、リバイアさんとやった時なんですけど、なんか大技でやられたよね。あ、耐性出た。いや、その話をしようかと思ったんですけど、耐性マテリアがあるんですよね。これこれ。初期状態で 25% ダメージ、減少なんだよね。ん？あ、状態異常か。あ、じゃあダメか。あ、こっちっすね。あー、そっか。耐性は状態異常か。はいはいはい。で、だから、リバイアさんは氷属性の魔法を使ってくるよね。で、これを、属性を、防具につけて、氷と組ませれば、吸収してくれるんだ。あー、属性集めないとね。で、全員につけたらもうちょいやりやすかったのかな、とか思いましたね。まあでも一発でやられるようじゃきついか。ん？いけない。そう、だいぶ落ちたね。かなり登ってきたな。ねえ、これ、え、だいぶ落とされたね。
おお、いた。息はさせない。うーわ。タワーマシン。これはやったか。はい。モノドライブ。あ、やってんだ。とりあえずモノドライブ壊すか。やべ。飛ばされる。こっちだな。オッケー。で、難しいな。ちょっと、こっち向いてなかったじゃん。どけどけ。あ？魔法の方がいいかな。一体サンダーで、よ、でティファにもう一回魔法使ってもらって、でサンダーないね。まあでもいっか。ファイヤー。ナイス。もうちょい。オーケー、ナイス。かてえ。マジ倒しきれないんだ。期待してるぜ。おい。間違えた。うん、ちょっとバレットではちょっと厳しかったね。ティファの方が良かったかな。殴り続けられる方がね。はい。で、目的地はあっちか。はい。ウェッジ、無事だといいんだけど。心配いらねえ。あいつはとんでもなく頑丈だ。今頃いびきをかいて眠ってるさ。意外にね。たら美味しいものいっぱい食べさせてあげよ。ね、意外と毛が少ないかもね。あ、お前ら見たの自爆タイプだよ、ね。諦めないから。戦乱命中させたら。勝て。こっちだな。めっちゃ近寄ってきてる。あいつを先にやった方がいいよね。こっからじゃ当たらないな、魔法が。気合い入れてけ。私に任せて。そこ。さあ、沈め。これかっこいいよね。ぐるぐるパンチ。蹴散らす。逃げても無駄。これかっこいいよ。これかっこいいよね。アッパーカットで、まあ、何回も言ってるか。登って、かかと落とし。なんか見逃しがないか怖いんだよね。うん。いっぱいいる。これやんの？キャバしていくぞ！やるんだ。一つずつ、確実に。おお、バレットっぽい。はい。おお。こんなもんよ。どけどけ。じゃ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 だ。こういうタイプはバレットだよね。油断も隙もねえ。うん。強敵とかはティファの方がいいかもね。一体だけの強いね。何これ、セブン。とりあえず、おお、わかんない。そうだったっけ？メガポーション。
エーテル。フェニックスの方はいらない気がするな。はい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 。はい。じゃあ行きましょう。なかなかクラウドがいない時間が長いね。初めてじゃないかな、こんなに。いないのは。もう一緒に行ったね。マレットでけえな。お、戻ってきたんじゃない？だよね、あそこで落ちたんだよね。じゃあクラウドどこ行ったの？大丈夫。本当か。この野郎、心配させやがって。よかった。ありがとう。よし、行こう。ねえ、なこれなこれ。シンナの実験台。おお。シンナの門は全部ぶっ飛ばす。行けんだろ。よし、やっちゃおう。はい。何これじゃあ。遅い。あ、ちょっと届かないね。さあ、逃げても無駄。おい。バレットの方がいいかな。よろしくね。おう、任しとけ。うん。ちょっとどうだろう。ティファかな、やっぱ。待ってね、技なんだ。ああ、見れないか。帰らないよね、ショートカット。ショートカットはオーバードライブか。あったね、そういや。おいおい。で、間違えた。おい、はい、オーバードライブ。一応範囲攻撃ですから。まだ来る。ネームレスか。これはまたゾロゾロと。いける？ああ、どうってことね。マジ？見破ってなかったんで。遠距離タイプが一体いるな。神羅の地下研究施設で眠っていた実験体。身体能力を高めるために様々な生物の細胞を移植された元兵士だって。ああ、人型だもんね。遠くのやつ。あっちはバレットで狙った方がいいかな。狙えないね、なかなか。気合い入れてけ。よし、やっちゃおう。はあ、どこだ。動くね。そこ。はあ、行くよ。遅い。はい。あとなんだっけ。バックフリップ。どこまがどう邪魔くせ。キリがないね。では、上まで行けそうか。お願い。え、まだ来んの上。あれか。は
あれをやんないとね。では上まで行けそうか。て。では。どれ。え。おい、キータちゃん。バレットには一応見破る。あの、ニマス。はい。主に大型生物の細胞を移植された元兵士。あ、盗撮してんだ。ちょっと待って、めっちゃ説明長いな。氷でバーストゲージが溜まりやすい。近接ではバーストが溜まりにくく、遠距離は溜まんない。マジ？触手を破壊したら心臓が出てくる。心臓をやればバーストゲージが溜まりやすい。魔法の氷で、ってか氷あったっけ？リリース。おーおー。どうしたらいいんだこれ。とりあえずこいつらやればいいの？嘘でしょ？逃げても無駄。おい。ん？あ、ここでこいつらやればいいの？おい、そこ狙いがつけらんないんだけど。ティファーはサンダーだよね。ビビれるよ。クジラ、ここだ。危ない。たまんないんだよね。バイバイ。おい、え、ブリザードか。はい。で、触手を壊せばだよね。嘘。ここで逃げんの？ 1400 やばくない？ 1400 やばくない？動くない？マジか。ティファに回復してもらって、アイテムの方がいいな。弱点。オッケー、やっと入った。おお。じゃあお掃除といくか。一応ガードしたけど。ちょい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 。やべえな。大丈夫。自分で回復してもらって、ティファに変えて。邪魔だ。ここだ。おお、大丈夫これ。うっそ、当たるの。バレて任せっきりなんですけど。サーモン使えるね。力を貸して。OK。こいつでちょっと MP 回復しといて、で全体回復。サンダがゴーレってなんだ。全員でサンダが使うの。吸収した。充電。ちょい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 、めちゃくちゃ硬いんだけど。おい、サーモンアビリティ使うか。触手、触手を壊せばなんとかなるんだよね。おお。こいつ。そうか。防御力がクソ上がってますね。どうしよう。スタンドは。
きいな。近寄れないんだけど。じゃあティファはちょっと厳しいな。毒消し使っといて。どうだ。9000、ちょっと待って9000すごいな。弱点ってことでしょ。はい、意義解放。疲れた。あそこ。どこ。大事なとこが丸見えだぜ。どこ。心臓。邪魔だ。そこ。クラウド。おっせえぞ。出番だ。遅れてきて指図してんじゃねえ。銃撃の跡をたどった。あんなことをするのはあんただけだ。へへ。お、はい、またクラウド。ちょっと待ってね。ん、あ、メニューは開けないんだ。戦闘はもうないかな。回収はないか。もう行こうか。はあ、待って。会話はできないね。はい。そうだ。安全な場所に移そう。他のことはその後。おう、そうだな。よくやった。はい。どういうこと？クラウドもそのあそこにいた可能性があるかな、あんのかな。かクラウド自身がそういうふうに思っただけってことかな。前に自分もあそこにいたんじゃねえのかみたいな。で、ゴーストが見ちゃダメだっつって押し出してきたのかな。ウェッジのこと任せていいか。俺はここで仲間を待つ。ウェッジが生きてたんだ。
能性はゼロじゃない。俺は支柱の上でジェシーとビッグスと話した。だから二人の状況は知っている。帰ってくる可能性は。でもよ、星に帰ったんだよ。帰る場所間違いやがって。立ち止まってたらあいつらに笑われちまうな。ったく重てえな。